リラリロー、買い出し嬉しいな。いやいや、それはあなたが頑張ったからだぜ。かなたちゃん、お手伝いするなんて言ったけど、休憩のサポートくらいしかできなかったもん。あなたって本当に頑張り屋さんだよね。これっていつもの関係と反対だね。かなたちゃんたち同好会のみんなも、あなたが支えてくれるから、難しいことだって乗り越えられるんだよ。いつもの恩返しができちゃった。でも、わがまま言っちゃってごめんね。本当は、かなたちゃんが別のこと買い出しに行けば、あなたはあんなに頑張らなくてもよかったんだよね。あなたも最初は別のこと言ったらって提案してくれたでしょ？それ、嫌だなって言っちゃって。かなたちゃん、わがままになっちゃった。かなたちゃんがわがままを言うのは、スクールアイドルでいる時だけって決めてたんだけど。ダメだな、お姉さんなのに。え、嬉しいの？ダメじゃない？じゃあこれからもわがまま言っていい？そっか。じゃあ覚悟してほしいな。かなたちゃん、あなただけにはわがままになっちゃうから、かなたちゃんのお願いずーっと聞いてね。約束だよ。